戻りました。なんか集落と違って村だから広い。あっち行こう。あそこに説明書きが書いてあったわ。まあいいや。とりあえずここは谷中湖っていうのか。そっか、谷中村が沈んでるから谷中湖なのね。おお、車来るね。あ、書いてあるよ。子供広場ゾーン、谷中村。よく読めなかった。なんとかと。ああ、とりあえずそこに行ってみましょう。なんとかあとロータリーみたいになってるね。これはどういう感じなんだろう。ぐるっと回れるのかな、車で。これは何、谷中、もともとあった道路かいな。あ、これ中が、あ、ここ駐車場だ。ここなのかしら。ここは何なのかしら。あんまりさ、あんまり動きたくないよ。だって35、6度まで行くっていうのは。栃木県と群馬県の間、あそこに説明書きありの あるけど、行けねえの。よし、ちょっとこのままあの説明書きをね、見に行こうかなと思って。よいしょ、ちょっと待ってね、汗が止まりませんよ。止めないよ。全然わかんないんだけど。でもここじゃなさそうだね。目的。そうか。今ここにいるのか。D まで行ってみるか。わかんないの。わかんないの。じゃあ一回切ろう。